後藤塗りっていうのは、まあ、シュール紙の上から指で模様をはめるんですけど、人間それぞれやっぱり指の太さとかそういうのによってもう模様がやっぱり作る人によって違いますし、もう本当に一点ものがなります。職人としては本当に毎日のように使ってもらいたい塗り物。